皆様こんにちは。今回は SIM フリーの Android でテザリングを利用する方法と注意点を解説させていただきます。テザリングとはデータ通信を行っているスマートフォンやタブレットにおいて、そのデータ通信を Wi-Fi 電波などで発信して他の機器にまた貸しする機能です。一般的にモバイルネットワークのデータ通信を Wi-Fi 電波として発信する機能がテザリングと呼ばれますが、この他にも Bluetooth テザリングや USB テザリングなど複数の共有方法があります。今回は一般的なモバイルネットワーク通信を Wi-Fi 電波として共有するテザリングについての解説です。 SIM フリーの Android では基本的にこのテザリング機能が実装されていて、特に難しい操作もなく利用することができます。しかしその前に注意点がいくつかあります。まずはもともとモバイルネットワークをまた貸しする機能となるため、また貸しする元の Android に挿している SIM のデータ通信容量を貸している分だけ消費するということです。そのため少ないデータ通信容量を契約している場合はすぐに上限に達してしまう可能性もあります。次にセキュリティです。テザリングは基本的にパスワードを設定し、テザリングの Wi-Fi 電波に機器を接続する際にパスワードを入力して認証を行います。このパスワードは簡単に設定することができますが、覚えやすく、さらに他人にバレない内容にする方が賢明です。ちなみにパスワードを設定せずにフリーでテザリング電波を発信することもできますが、かなり危険なのでおすすめはしません。この他テザリングは Wi-Fi の電波を Android から飛ばすことになるため、テザリング中は Android の Wi-Fi 通信を利用することができなくなります。また Android が発熱しやすくもなるので、あまり長時間のテザリングはお勧めできません。テザリングを行うにはまず Android のテザリング設定を確認し、必要に応じて設定を変更します。テザリングの項目は Android の設定を開き、無線とネットワークカテゴリの中にあるテザリングとポータブルアクセスポイントなどの項目をタッチして開きます。Wi-Fi アクセスポイントをセットアップなどの項目をタッチすると、ウィンドウが表示されるので、ここでネットワーク名とパスワードを確認します。ネットワーク名とパスワードは任意の内容に変更することも可能です。パスワードはアルファベットと数字を8桁以上で設定する必要があります。ネットワーク名とパスワードは忘れないようにしてください。ネットワーク名とパスワードを再設定、もしくは確認したら保存をタッチします。あとはテザリングを開始するだけです。テザリングを開始するには、ポータブル Wi-Fi アクセスポイントのスイッチをオンにします。この他にクイック設定のアクセスポイントアイコンをタッチすることで、テザリングのオンオフを利用することもできます。テザリングを開始したら、他の機器で Wi-Fi 設定を開き、先ほど設定したネットワーク名をタッチして、初回のみパスワードを入力すれば、テザリングによる Wi-Fi 通信を利用できるようになります。テザリングをオフにした時に Wi-Fi 通信もオフとなってしまう機種もあるのですが、テザリングをオフにする代わりに Wi-Fi をオンにすればテザリングは自動でオフになり、 Wi-Fi 通信も開始されるので一石二鳥でおすすめです。今回ご紹介させていただいた方法はあくまでも基本的な内容となり、機種によって各項目の表示名などが異なる場合があります。ご自身がお持ちの Android で表示項目を確認しつつ、照らし合わせながら設定を行うようにしてください。以上、SIM フリーの Android でテザリングを利用する方法と注意点の解説でした。